はい、こんにちは。片山です。えー、今回はですね、えー、医学部とか看護学部とかですね、まあ、もしくはその他の、えー、医療系のですね、えー、大学、学部を目指す、えー、高校生の方にですね、えー、二次試験対策としておすすめの、えー、書籍の紹介をしたいと思います、まあ。二次試験の中でも特に面接小論文対策ですね。で、えー、と共通テスト終わってですね、えーまあ、残り40日、まあ、今30日ぐらいですかね。 2次試験何していいか分かんないみたいな頑張ってやってるんだけど何していいか分かんないみたいな人とか、まあ、そういう人に役立つかなって思うのと、まあ、もしくはですね今高1高2の方でね来年以降受験する方もですねこういう医療系の学部に行く人にとっては参考になる情報かなと思います。 でこの医学部とか看護学部とかこう,いう医療系の大学っていうのはですね2次試験にその面接とか小論文を貸してくるところが多いんですよね。で僕、自分の時は、えー、広島大学医学部を受けたんですけれどもまあそこだとですね前期は、えー、得点をつけない面接と。まあだからこれは別に、あのー 実際にね、えー、理科2つとか、数学とか英語とか、そういう二次試験があるんですけど、それとは別にあの、こいつ医学部入れても大丈夫かなみたいなね、まあ、そのダメな人をはじく面接なんで、えー、まあ、よっぽどなければそうはならないんでしょうけど、で、それとは別にですね、今ちょっと広島大学、後期なくなっちゃったんですけど、後期は得点つける面接っていうのがあって、 えーまあ、その100点中のね、えー、10点なのか、20点なのか、50点なのか、80点なのかね。まあそういう得点をつけて、実際にね、えー、それで合否を決めると。まあそういう面接もありました。で、あとはですね、これ大学によるんですけど、小論文化してるところだとか、あとはそうですね、まあ僕今地元福井で、福井に住んでるんですけど、まあ今年看護学部受けたいみたいな <laughs> 生徒はですね、 面接とと小論文が二次試験となってます、まあ、でそうするとですね今までこう、ね、あの共通テストに向けて科目の勉強はしてきたものの、えー、面接とか小論文の対策は一切できてませんみたいな人が結構ほとんどだと思うんで、まあ、そういう人に向けてですね、まあ、残り、えーまあ、今30日ぐらいですけどあの今からでもですねできることとしてですね紹介したいと思います。 であの大学受験の面接では、えー、専門的な知識が必要になるってことで、まあ、こ,これ、高校受験の、えー、面接とは違ってですね、あのまあ、高校の受験だったら、えー、自己紹介してくださいとか、えー、あなたの長所は何ですかとかね、短所は何ですかとか、まあ、こういう系の質問 が多くて、まあ、最近本読みましたかとかね、まあ、そういうところに答えられてればいいのかなと、あとはまあ元気にはきはき喋ってればまあいいのかなって思うんですけど、あの大学受験はですねやっぱりそれ,でそれももちろんあるんですけど、それだけでなく、ですねあの自分が死亡する分野のですね、まあ、今回だと医学系のですね分野の基本的な話題ぐらいはですね抑えておきたいなと、まあ、それがないとあの質問に答えられないみたいになりますのでね。 あの医学系以外の知識もあるんで、まあ、さっき言ったようにですね、あなたの自己紹介してください的な質問だとか、な,なぜね、この大学に入りたいと思ったんですかみたいな質問とか、そういうものもあるんですけど、まあ、あとはですね、最近気になったニュースありますかとか、何か本最近読みましたかとかね、まあ、こういう質問もある一方で、その専門のね、えー、医学系のこと入りたいっていうんだったら、いろいろ知ってますよねみたいな感じでですね、こう聞いてくるってことですね。で、あのこの部分をやっぱり知識つけておきたいと。 まあで、その知識をつける方法としてですね、まあ本を読んだりとか、新聞見たりとか、テレビ見たりとかね、ネットとか YouTube とか、まあいろいろあるかなって思うんですけど、まあ,あの、そうは言ってもですね、なかなかもう受験勉強で忙しくてですね、本読むのもなかなかできませんし、あの新聞、まあ,あの自分の時はですね、僕はあのテレビでですね、DVD レコーダーで、まあ医療系の,あの番組とかあれば取りためてこう見てたりしてたんですけど、なかなかそういうことってできないと思うんで、 まあその点ですね、今すごく便利だなと思って、YouTube とかね、こういうものでも情報収集できるんで、そういうこともやってもらうといいのかなと思います。で、ただ、そういう情報があふれててですね、どれ見ればいいのかわかんないみたいになるんで、そこでですね、今回の書籍紹介なんですけれども、どんな本かっていうとですね、医学部面接ノートっていうんですね、で、これちょっと Amazon とかでですね、検索してみてください、医学部面接ノートと。 で、えー、そうするとこれ今毎年出てますので、あのこの本ですね、すごく、あのまあ、ヨゼミが出してる本なんですけど、昔ね、昔はヨゼミの人しか買えなかったらしいんですが、今は普通にこうやって売ってます。で、この本がですね、もうほんと神というか、結構薄いさしてですね、あのー、まあ大体の今話題になってるような知識をですね、あの体系的にまとめてくれてたりだとか、解説してくれてたりだとか、まあ、あと、この本の後半にはですね、えー、っと、 大学ごとのですね、あの面接の例とかが、えーまあ、あの受験生に調査してやってるらしいんですけど、面接の形式とか聞かれた質問とかですね、そういうのもあの大学ごとに載ってたりします。で、この本、本当薄い本なんで、あのまあ、残り時間こうなくなっていったとしてもですね、まあ、1週間とか10日もあれば、 えー、読めるような本ですので、えー、ぜひですね、今からでも購入してもらってですね、まあ、高1高2の方はですね、あのー、まあ、来年のことですけれども、早めにこう購入してもらってですね、えー、こういう知識を、ま、見たりだとか、まあ、1年生、1、2年生の方は受験勉強の休憩があったらですね、見るのもいいのかなと思います。で、3年生も時間ないと、えー、そういう場合でもですね、1週間あれば読めますし、まあ、なんなら3日でも読めますので、あのー、アマゾンで注文すればですね、すぐ届きますので、 ぜひですね、えー、購入して知識つけてもらえたらなと思いますあの。概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひ注文してみてください。まあ、あの僕自身も、あの2000自分は2009年ぐらいに医学部を受けたんですけども、その時にですに、ね、この本探して、えー、かなり見てましたね。まあ、結構、神的な本だと思いますね、まあ。この本に書かれていることぐらいは押さえておきたいなと。 あの十分ではない,ないというかですね、あのまあ、受験用の本なんで、あのそれ以外にもですねその最新の知識であったり、ニュースであったりだとか、まあ、あのいろんな分野のです、ね、本とか読めば読むほど、もちろんいいんですけど、なかなかそういうことできませんよね、受験勉強忙しくてね。まあ、だから、あのまあ、最低この1冊見ておけば、ですね結構十分な量が得られるんじゃないかなと、まあ、答えられるんじゃないかなって感じなので、 まあ、とは言いながらですね、他の受験生って結構こういうことができてないと思うんで、二次試験対策はね。だから、あの、あ僕はこれぐらいはって思いますけど、実際やるとですね、結構他の,あの受験生と差をつけることもできると思うんで、ぜひですね。まあ、ということで、えーまあ、僕自身も使ってた本なんですけど、まあ、すごくいい本なんで、えー、紹介をしました。まあ、この他にもですね、あの医学部面接とか小論文とか、 調べたりするといろんな本出てくると思うんですけど、まずはこの1冊からですね始めてみるといいかなと思います。ということで、今回はですね医療系の大学を受ける高校生,に高校生の方に向けてですね面接小論文対策、役立つ書籍ということで紹介をしました以上ですありがとうございました。